南條文雄です。キーワードはセミラティス。今日の話は多分失敗するでしょうっていうのはそのこの言葉の意味を解説するというつもりではないんですね。いろんなその都市っていうことを考えるときにどう考えていったらいいのかなっていうことを話そうと思うんですが、私自身整理がついてないんですよ。で、話の始めは今森美術館でやってるメタボリズム展から話したいと思うんです。で、最初は少し映像がありますが、これは、森井美術館でやっているメタボリズム展の展示風景ですね。で、いろんな建築と都市の模型や資料が並んでいます。で、よく見てみると非常に大きな都市模型のようなものがあるんですけれども、メタボリズムっていう言葉自体は日本語で新陳代謝なんですね。ですから皆さんが知っている通り、最近は健康の議論の時にメタボリズムという言葉が出てくると。ですからこの展覧会も誤解する人がいるかもしれないと非常に悩んだんですけれども、やはりメタボリズムという言葉をそのまま使いました。っていうのは1960年に7人の人たちが、提唱した一つのマニフェストだったわけですね。メタボリズム建築という言葉は。で、どういうことが言いたかったのかというと、都市とか建築というものは成長する生物のように、時代に合わせて変化し、時には発展し大きくなり、時には小さくなると、こういうようなことができるものであるべきだというふうに考えたわけです。で、そこで彼らが考えた都市の構造っていうのは、ある意味で非常にその巨大な、インフラといいますけれども、電気とかガスとかエネルギー関係、それから情報関係、そして上下水道、それから交通も、そういった非常に基礎的なインフラをまずは整備して、それ以外のところは割と自由にしたらいいんじゃないかというような考え方で、都市というものを提案したわけですね。そうするとこの、写真の左にあるように、これは黒川紀章さんの案ですけれども、巨大な構築物があって、これはキーワードとしてはメガストラクチャーなんて言われてますが、横にずっと水平の棒がついてますね。ヘリックス構造と言ってますが、斜めにこう伸びている構造の柱のようなものの途中にこう橋が渡ってます。この橋になっているところは建築的な意味での部屋じゃないんですね。人工地盤になってます。ですからその上の土地はバラバラに売っていって、そこの上に勝手にみんなが家を建てるという構想なんですね。つまりこれは建築物に見えてますけど、実は都市の模型なわけですね。垂直に上に上がっていってる。で、メンバーの一人の菊竹清則さんに一回話を聞いたんですが、なんでこういうことを考えたんですかと言ったら、日本は戦争に負けたと。そしてそれまで持っていたいくつかの領域っていうんですかね、満州とか台湾とかそういった土地を失ったというと、そこにいる人たちが怒るでしょう。だけれども、そういうところから切り離されて4つの島で生きていかなければいけないというふうに感じたと。で、その時に伸びていけるのは空中と海上だと思ったっていうふうに言ってるんですね。ですから海上都市とかこういった空中都市、これは磯崎新さんの新宿計画ですけれども、そういったその上に伸びていったり横に伸びていったりする巨大な都市というものを構想した。そしてそれはインフラの構造で支えられている。ちょうど同じ頃アートも大変発展してたわけですが、1960年代ですからね。その時には空間から環境へっていう展覧会が開かれたりしてます。この当時の環境って言葉は決してその今言うようにエコとか、それから緑の多い環境とか、そういう意味だけではなくて、むしろ自分たちの身の回りにある空間、それを空間物理的に捉えるんではなくて、もう少し広く社会的な意味、コンテクストというものを見ながら捉えていこうというような意味だったように見えます。で、これは真ん中にあるのは山口勝弘さんのその当時の作品ですけれども、大変テクノロジーを使った作品です。左の奥にある遠近法を使った作品は高松二郎さんですね。で、そういった時代背景の中で、万博なんていうのが1970年に行われたと。ですから万博というのはある意味ではメタボリストたちの一つの成果だったというふうに言われています。
ですから建築とアート、それから環境音楽、そういったものが一体となって一つの提案をやったと。そして、それは近代の終わりの時期にあたります。考え方としてはね。そうすると近代の思想っていうのはやはり科学技術が人間の進歩を支えるはずだと。そして必ず一直線に人間は進化してだんだん良くなっていくだろうと。未来は明るいと。支えるものは科学技術だと。こういう考え方にのっとってたわけです。ですから当時の万博の写真を見ると大変メカニカルで未来的で、まあ、宇宙船のようなものがたくさん出てきます。カプセル住宅なんていうのも一つのキーワードで、万博広場の大屋根にくっついていたカプセルは実は住居だったというようなことで、屋根に見えてたものは人工地盤として規定されています。それからこれは黒川紀章さんのカプセル住宅、中銀カプセルタワーマンションと呼ばれているものの内部ですけれども、1960年代にこんなカプセルの家を提案しているわけですね。ですからやはり今考えると随分楽天的な、時代だったということができる。そしてどんどん発展していけると信じている、そういう時代背景の中でこの建築のアイデアというものは出てきているわけなんですが、果たしてこのような考え方で本当に都市は発展したかというと、実はそうではないということになるわけです。ここに出ている写真は有名な丹下健三の東京計画1960、東京湾の上に一直線に都市を作っていこうと。そしてそれは人工地盤を形成して、そこに道路が走り、巨大な構築物が建っていって、その中に建築があり、アパートが建ち、人が住み、オフィスができると、こういう構想だったわけです。これならですね、実は津波にも強いかもしれない。人工地盤ということで、ずいぶんその黒川紀章が作った、案なんかは農村地帯に高さ10メーターとかの人工地盤を作ってその上に住もうと。これは実は黒川さんの出身地の地域である伊勢湾周辺、名古屋周辺ですけれども、伊勢湾台風が来て大変その多くの地域が水没したわけですね。津波と同じようなことを思った、その時に彼が考えた一つの解決策だったわけですけど、そういったことも提案されているので、大変その今の日本の状況、津波、地震と津波によって大変な被害が出た日本に対して大変面白い提案になっているいくつかのアイデアがこの中に入っているわけです。で、実はこの展覧会が始まった同じ時期にレム・コールハースがメタボリズムの本を出しました。で、厚さ5センチぐらいの本ですよ。そしてメタボリズムの建築家あるいは関係者にインタビューをして、彼がもう何年間も日本に通ってそのインタビューをまとめた本なんですね。で、その中には大変資料的なものも入っています。で、私はなんでその外国の建築家が日本の戦後の、しかも60年代の建築に興味を持ったのかと思ったわけですね。で、一体なんでこんな本出したんですかというふうに話を聞きました。そうしたら彼は、メタボリズムってものは建築の運動だけれども、実は建築だけではないんだと。これは何かというと、ネーションビルディングであるというふうに答えた。つまり国家を作る、国家再建の夢を建築家が描いたんだと。で、このように未来はなるだろう。このように人間は生きるだろう。このような都市を作って人間はそこで生きていくんじゃないかと。こういう提案であったと。で、なおかつそれはですね、その当時のやはり、官僚ですね、役人の、国土交通省やなんかね、お役人と一緒に建築がそういうものを提案していったと。ですから、建築が権力と協調して手を取り合って国家を再建しようとした時代の、これは物語なんだと。で、そのような物語はこれが最後だったと言ってるんですね。つまりそれ以前は例えば王様っていうのがいたわけです。ですからパリは王様の時代がパリを作らしたわけです。しかし民主主義になっていくとそれはできなくなっていくんですね。だん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 できなくなっていく。彼はですね、面白いことを言った。建築家は今誰と話をしたらいいのかわからないって言うんですね。つまり話す相手が見えない。それは無数の民主主義のシステムの中で顔が見えなくなってきて決定権者が見えない。
投票で物事が決まっていくというようなことを言っているように聞こえるわけです。ですから私は民主主義というものはじゃあ建築家にとってはどうなんですかと、これはあなた否定しますかと聞いてみたんですけども、彼は民主主義は否定したくないと、しかし今決定権を持っているのは商業主義であると、その中で建築家がどれだけ有効な提案ができるか、それが問題だということを彼は答えた。ということはですね、この建築あるいは都市の問題っていうのは一つの単にそのものを作るという問題ではない、民主主義という制度あるいは我々の社会の制度が一体どのように街を作ることに影響を与えているのかという問題に多分発展するわけです。で、伊藤豊雄さんが事務所の40周年記念というのをこの前やったんですが、その時にシンポジウムに、まあ、トークショーがあって、確か藤森さんと山本理研さんなどが話をしていたんですが、磯崎新に向かってですね、建築家が都市を構想しなくなったのはあなたのせいだとこう言ったんです。なぜかというと磯崎新はその時代から少し後に建築の解体という本を出したわけですね。そしてその本を読んで影響を受けた若い建築家はもう都市を作ろうなんてことは考えなくなったんです。そして個別の建物、まあ強いて言えば住宅とかね、大きくても美術館とか、そういうところにまあ仕事を求めた。で、都市計画なんていうことはもうとても構想しない、それはもう 夢物語だと、無双するようなことだというふうに彼は言ったわけです。ですから、そういう時代に果たして都市はどのように構想されるべきなのかと。そこで面白い言葉がセミラティスなんですが、クリストファー・アレクサンダーという、まあ、都市計画の先生がこの言葉を出しているんですが、このセミラティスというのは、ラティスというのは格子状 のパターンを言いますけれども、一種の集合体がいくつも重なって都市というものは発展していくということを言っています。でしかもそれに時間軸が重なっていくと、例えば一つの役割を持っていた建物とかエリアというものが時代を経ることによってまた変わっていくと、それは周りにいる人たちの解釈あるいは使い方によって変わっていくんだと、それが重なり合って都市というものはできていくということを言っているわけで、一つの視点から、まあ、メタボリズムの時代のように上から見てバーンとこう一つの計画を作る、インフラをバシッと作っていくというようなことではなくなっていく、そのような現実が都市の現実なんだと、こういうことを言っているわけです。ですから、これはね、進化論とも似てるんですが、ダーウィンは進化というものは自然淘汰だと言った。つまりいろんなものがこう実験が遺伝子の中で行われる、そして変な生物ができてくる。だけどその新しい生物が時代と環境に合っていればそれが生き残って次の時代を背負うことになるだろう、こういったわけですね。ですから都市も実は無数に遺伝子の実験のようなことが起こってるんじゃないかと。そしてそこでもって例えばこの建物はこの前までオフィスだったけどこれからはもう改築して、住居にしようと、このエリアはだんだんオフィスがいなくなって住居になっていくんだと、こういうようなことが起こってくる。でそれが時代と合っていればそれが生き残っていくと、こういうような予測不可能なしかし自然淘汰のようなことが無数に起こっているのが都市というものなんではないかということも言えるんじゃないかと。ただ一方で進化論に関して言うとラマルクという人は面白いことを言った。キリンの首が長いのはキリンの首が長くてそのキリンが高いところの果物を食べられるから生き残ったんではなくて、キリンの首は高いところにある果物を食べようとして伸びたんだって言ったんですね。つまり意志も必要なんだとこう言った。だからダーウィンとラマルクは対極にある。一体都市はどちらなのかと、あるいはどちらでもあるのかもしれない。しかし都市が発展するっていう時には意志も必要なんじゃないかと一方で私は思う。ですからそういう問題を皆さん実は一緒に考えたらどうかということなんですね。で私は今経産省がやっているクリエイティブハブというプロジェクトをやっています。これはクールジャパン構想の一環なんですけれども、東京をクリエイティブのハブにしていこうと。でその時には一体誰に対してそれを言うのかという時に、アジアに対して少なくとも東京は最もクリエイティブ産業のハブなんだと、こういうふうに言うべきではないかと今思っているわけです。そしてそのクリエイティブのハブになるためにはどんなことが必要なのかと、クリエイティブ産業っていうのは実はたくさんあってですね、まだ定義ができてない。だけれどもそういったものが集積している東京というものの魅力をいかに発信していくのかと
いうことが大きな問題なんじゃないかと思っています。で、まあ、クリエイティブ産業の一つであるアート産業、これは今見てみると、まあ、ギャラリーマップなんかを見ると東京の中にいくつかのブロックでギャラリーの集合してるとかあるんですね。これが都市によると全くそうなってなくて一箇所に集中してます。ですから東京というのは非常に分散型多様性の都市だと思うんですね。で、まあ、最後にちょっと考えていただきたいのは、磯崎新さんの作品が実は展覧会にも出てますけれども、それは広島の廃墟の上に未来都市ができて、それがまた廃墟になってる絵なんです。磯崎さんっていうのはずっと結局都市は廃墟だっていうトラウマを抱えて生きてた建築家じゃないかと思うんですが、我々これから東京に来ていって東京をどうしたいのかというのは大変大きな問題だなと思います。一つ間違えば東京人口が減っていって産業がなくなって廃墟になっていく可能性を持ってます。特に今の日本の中では。しかし我々の意思によってね、新しい産業を起こし人口が増えて、そして魅力的な街になっていけば将来は晴天になるかもしれない。土砂降りになるのか晴天になるのか、このいくつか その分岐を経てですね、東京の未来決まるだろうと。そのことをこのセミナティスって言葉をキーワードにして皆さんも一緒に考えてみたらどうかと私は思います。